カジ散歩。はい、皆さんどうもこんにちは、ございますおはようございます。はい、ですね、今日はですねカジ散歩ファンフェスタ編ということで、まあ、いつもはね、部屋の中でやってるんですけども、今日は公開収録ということで皆さんの前で盛り上がっていきたいと思います。皆さん10時ですよ。それでは早速今回のゲストをお呼びします。両チームのキャプテンです、藤原選手と福岡選手です。大きな拍手で迎えてください。どうぞ。おはようございます。はい、おはようございます。はい、座ってください。どうぞ。まずブルーチーム、はい、キャプテン、はい、これ引っ張っていく自信ありますか？これ引っ張っていく自信しかありません。どういうところでこうキャプテンシーを出そうとしてます？いや、もうみんなの失敗は僕の失敗なんで、うん、あの責任はかぶります、うん、あなた失敗しかしてない。ギクはい、藤原選手。いや、もう勝手にキャプテンなってたんでだから別にそんなに俺何にも言わへんそっから広げて自分で引っ張っていけたらいいなと思います。いいなと思います、はいはい、今日はですね、このね、今着てる T シャツ、ガンバファンフェスタ2022の後ろ、これ岸本泌尿器科さん、クリニックさんがね、スポンサーになってくれて協力してくれてます。ありがとうございます。ありがとうございます。藤原選手、はい、もうこのコロナ禍でファン感できるのもこれ3年ぶり。そうですね。どうですか今の心境？いや、楽しみです。やっと皆さんの前でできるので、おうおう、楽しみ。はい、相変わらずやね。はい、ピンとこへん答えがなんかもう全然気持ちこもってないし、今日はね、見てこれ、ファンサポーターの皆さん、ほら手振って、あー、よいしょ、どうも。これ今日、一応3万5000人まだ足りないですね、うん、いや、後ろ見んなよ前だけ見る。やまない、はい、雨はない、はい、晴れるんです。そうなんです。それでいいんです。もうお客さん疲れてません。もういや、疲れてないんです。大丈夫ですか、ね、みんな大丈夫ですか？ありがとうございます。よかった。こっからもっと大きくなるんでしょうね。無理くりでしょうね。はい、ありがとうございます。福岡選手、これでもファンカン初めて？ファンカン初めてだし、こんな大きいところでやるの初めてなんで。これ、ね、ファンカンとかの思い出はあるの？徳島で。どういう思い出でした？なんか結構ゲーム系が多かったんで。ゲーム系なんかみんな対決みたいな。で、その時コロナ、僕が行った時コロナがない、うん、まだ全然本当に流行ってない時だったんで、うん、そのファンの方も一緒に交流できるような、うん、子供たちも含めたなんかこう玉入れとか、あ、一緒にやってたって感じですかね。ファンの皆さんと一緒に楽しんでる、ファン感、はい、ほんでなんかそういうこっちではね、なんか寸劇やったりとかやりましたね。やりましたねお前ほんまにゲットやろ今一発芸やったりとか、はい、でも一発芸はあれじゃないですか、藤原選手やってくれるんじゃないですか、踊りとかダンスとかやったり、ね、やりました、やりました、はい、やりました。一番 の、 あの藤原選手思い出は、おばんざーい、 YouTube ね、 YouTube、うん、テーマ曲まで作って、お、知ってくれてる、知ってる、知ってる、そうなの、もうだから本当にいろんなことやりすぎて、テーマ曲聞いてくれる、あ、聞いてる、聞いてる、これ、びっくりするような方を引っ張ってきたというか、うん、ハン君、はい、湘南の風のハン君、はい、と一緒に、まあ、会うことがあっていろいろ話してたら、うん、作ってよって言ったら作るって言ってくれた、うん、おば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 さん、こういうことまでやってるから、だからますますあのファンの皆さんはバンドさんっていうのは何を結局やってるんだってすごくね、興味の的にはなってると思うんですけども、いろいろ勉強してっていう、
だこの4年を、まあね、もう今年終わって経て次またどうやってやっていくかみたいなのは、うん、自分の中のイメージはもちろんあるけど、それがさその通りにいくとは限らないし、なんか今後って多分自分がやりたいやりたいだけじゃできひん仕事が結構多いと思うから、選ばれる側になると思うから、選ばれるように自分の力つけてやれること増やして、でやったやあのそういう風に選んでもらった時にちゃんと結果を残せるようにっていうのをまあイメージしながらずっとやってる感じかな。まあやっぱりでも本当にまあ俺はプレーできひんかったけど、このね後ろにはこんな素晴らしいスタジアムがあって、やっぱこうたくさんの人たちがこうやって応援に来てくれる、やっぱこれって本当にもう最高に幸せやと思うから、そういう人たちがやっぱ満足してくれるように、その人たちがやっぱ頑張って最高やなって思ってもらえるようなやっぱりクラブにやっぱなっていかないといけないなというふうには思いますね。アジ散歩。一番 の藤原選手の思い出は、圧巻でやっぱサンバですかね。サンバ、はい、2016年サンバ踊って、うん、そして入口選手、藤原選手、大きな拍手をお願いいたします。ちょっとふざけすぎて、うん、オリンピックでちょっとオンゴールをしてつなげんな、それ。いやあれも健太さんにちょっと心配されてて、あ、そのオンゴールしたことを、いや、ファン館でサンバした時にちょっとふざけすぎて、うん、オリンピック連れていくんだ大丈夫かみたいなあいつで日本の代表でオリンピックに出させるのは大丈夫かと、はい、なるほど。その時のそのサンバのちょっと一回どうぞ。いや、もう大丈夫です。じゃあ福岡さんどうぞ、サンバビーバサンバマツケンサンバ。はい、今日は福岡選手と藤原選手ありがとうございました。ありがとうございました。そのサンバじゃないしブラジルのサンバ。ブラジルのサンバ今ね、今日やろ、マツケンの方をね、マツケンさんの方を言ってね、なんかね、いや、でもこれやってくれるこのね、やりきる感じすごいね。はい、そういうことでね、今日も時間ないんでちょっと早速ね企画も行ってみたいと思います。はい、カジ散歩ファンフェスタ公開編ということでサイコロトーク。どん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 パフ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 。このサイコロにお題書かれてます。お題に対して、ずっとトークしていってもらうというそういう企画になっておりますので、はい、いきますよ。テレレレレレレテレレレレレレテレレ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 。全然転がらんすぐ止まる、これすぐ止まる。はい、スキダー選手権、名付けてスケン。人の名前を誰々のことが好きだと叫んでもらいます。え、どちらの気持ちが伝わったかお客さんに拍手で審査してもらう。何それ。だから今好きな人 いますよね、まあ、誰でもいいです。好きな人、うん、人じゃなくていいですよね別に。それはもう自分次第でしょ。自分次第でしょ、はい、じゃあ皆さんに向かって叫んでもらいます。じゃあまず、青チーム福岡選手からどうぞ。いいですか、先。ガンバ大阪が好きだありがとうございます。みんなこれを持ってたんでしょうね、うん、今ファンの人味方につけましたね。はい、ありがとうございます、はい、じゃあ続きまして藤原選手どうぞ。ありがとうございました。いや、まだやってないです。やってない、やってない。早く。福田雄也が好きだー。
だったでしょう。うわ微妙やね今の。ちょっと福田優也の方がちょっと多かったような。ちょっといいとこ行きましたね。いいとこ行ったね。ずるいな今のは。みんな好きなんで福田優也。今のは藤原選手が勝利。よっしゃ、はい、嘘でもこっちであれ。次行きますよ。早っ。絵心対決モフレフドン。圧勝でしょ。圧勝じゃないでしょ。